福田光雄監督、デスティニーの分身はずれた時間流の中の別存在がそれぞれ残像を持ってる感じに対するみんなの反応をまとめてみた。何これ、第二魔法。森田さんに投げすぎだよ監督。封印指定か。これなら残像の攻撃が実体だったのも説明がつくな。やっぱあのデスティニーってサイコフレームかなんか積んでない？この人が主導だからな、デスティニー。よりにもよってすり抜けで SSR 悩まさる引き当てた議長。ざっかり真の能力とか言ってるんだけど、知らないよ、そんな能力。つまり分身はそれぞれ別の時間軸のデスティニーってこと？ジョジョの D4C。ずれた時間流、別存在がそれぞれ。いやまあコンテ時に考えてたとは、だから実際に設定固めたら違うんだろうけど。ふっふ、なんそれ知らん、めちゃ怖いんだけど。さすが議長、真の能力を見抜いて、デスティニーのパイロットに抜擢したんですね。いや、機体性能はともかく真の能力って何？初登場から20年近く経ってから設定をもられるデスティニーとかいうモビルスーツ。設定気にせずに倍重視して書いた時のイメージって話だろうけど、監督の中で真ってどういう扱いなの？これが嘆き硬派に飲まれ、痛みの中目覚めた力ってこと？まあ一応ボアチュール・ユミエールの設定で空間構造に干渉するっていうのが下着で出てきてはあるから、多分機体の性能って話はそこら辺なんだろうけど、真の能力に関しては何もわからん。種割れプラス若干の霊感プラスコーディネータープラス無意識な時間操作、なしん。すごい操縦的な意味合いなのはわかるけど、なんか特殊能力がよぎる。アニマンで散々すられた分身ネタに本当に可能性出てきたの、ちょっと笑う。ずれた時間流の中の別存在。というか嫌なんかしてそう感はあるんだけど。俺てっきり、鎮魂歌ではなく顔も名も知らぬ誰かの明日を守る新土地の涙を流しながら戦う運命が溶け合ったことで分身したかと思った。監督の中の真の設定を全部出してくれよ。多分1年後あたりにコロッということ変わるけどさ。つまり、どういうことだってばよ。あの分身全部に実体持たせようと思えば持たせられるってことか。そりゃブラックナイツのは寝ぼけた分身だわ。シンプルな話でスティニーが何体に分身しようが、真は一人しかいないはずだから、電気自分で動かしてるとすると普通に人間やめてるよな。ダブルオーライザーが量子化したら、刹那も量子化してるんだから、デスティニーが分身したら真も分身してるでしょ。俺たちはデスティニーの分身のことを知らなかったのと同じで、真のことをまるで知らないのだから、真が超能力的なものを持っていたとしても何も不自然はないな。ないよな。なんかコーバル単成人みたいなことやってんだな真。アスカはマジで何者なんだろうか。心優しい人間に決まってるじゃないか。それはその通りけど、シードを持つ者はどうしてこうもトンチキな現象を引き起こせるんだろうな。やっぱ露心の S デスティニープランだったんじゃ。まあこの人の話は話半分くらいで聞いた方がいいやつではあるんだけど、それはそれとして、この高等無形な発想がめちゃくちゃ映像映えするんだよな。マジで映像映えする発想をすることについてはすごい人だからな。理屈が適当だけど、別にキャラの魅力を損なうものではないので気にしない方がいいやつ。本人も言ってる通り、コンって書いてる時のイメージで設定は森田さん待ちだからな、にしたってとんでもないイメージだけど。キラとアスランが戦闘以外の持ち味伸ばした時間使って戦闘に特化したから、そりゃあよいや、なんなんだこの男。監督の言ってることが3割くらい言葉の表面くらいしか理解できない。真はビーム伸ばせるからな。まあコンテジのイメージ的な話だろうし、監督もリップサービスで盛り上げようとしてくれてるんだろうってのはわかるんだけど、それはそれとして、真ハちゃんとコズミックイラー世界の住人として認識されてますか？この説明だと残像自体はデスティニーの機能でテレビシリーズと変わらんけど、時間軸で異なる自分を呼び出してるのは真の能力になる、すみません、アコードとカメじゃない超能力人間なんですが。つまりモビルスーツで佐々木小次郎フェイトのツバメ返し散々劇完全同時攻撃やっとることになる。議長これどういうこと？もうやってるかもしれないけど、これは真の設定を出すために続編をやるしかなくなるのではないのですか？監督というか真に関しては、過去の家族との描写とか本編中の心理描写とか不足しすぎてる部分あるから、それを補足する何かは欲しいよね。小説とか以外で欲しくない。まあヨタでいいと思うわよ。ディラックの海に干渉するボアチュールユミエールとミラコロが変に悪魔合体したとかならワンチャンありえそうかとも思っちゃったが、まあ次元を切るディスラクターと似たような話やろうな。改めて設定が出る前にとんでも設定を妄想するのも一興かなって、妄想する分にはタダだから。プラモではさすがにもうちょっとおとなしい設定になってるだろうし、真に設定盛るようなことはないだろうけど、唐突なネタがユニコーン並みになってて笑うわ。ほんと残像出して残像に追いつき超高速でフェイント体重攻撃かけてるとかならまだマシだった。思念を追跡するとか機械解析かけて真の思考ならば、どれが本物なのかを見当つけられるから、マジのマジに分身で同時攻撃とかどうしようもねえ。何が辛いって、ブラックナイトからすればそこにいるけどそこにいないわ、体別時間軸神か。確実にそこにいるが、無我になってる本体神との区別が、独身では区別がつかないところ、視覚のみならず第六感ですらも全部本物ですって伝えてくるんだもん。知らないよは冗談抜きに、あええー、分身実なんでみたいなパニックだったと思われる。
ヨタなんだろうけれど、シンにはこういうイメージがあるというのが、視聴者や監督やスタッフだけでなく監督までもか。スバイザーゲインみたいなことやろうと思ったらやれるんか、知らんけど。キラ、めっちゃ処理早いです。人間にできること大体何でもできます。クソ超モビルスーツ開発できます。アスラン。めっちゃ強いです。手段選びません。経験豊富です。シン、内なる力でビーム伸ばします。精神干渉攻撃を守護霊で防ぎます。デスティニーを使えばずれた時間流の中複数存在できますかり。こいつは、シンにキラのピンチを直感で察したも追加で。森田さん大変そう。今回も森田さんサジを投げるかもしれん。エクスカリバーの剣も理屈上レーザーだからどう考えても不可能で、演出の茂田さんが真の気合の力と明言してたし、デスティニーも基本スペックはテレビシリーズと同じと明言してるから、あの分身は真の力としか言えない。キラやアスラン、アコード連中のおかしいところは人間の持つ可能性を極限まで引き出したらこんなことできますで納得できる。真のおかしいところは人の可能性でなんとかできる部分超えてるだろ、それみたいなのが多い。この子ほんとにザイヤの一般二世代コーディネーター。そういえば議長はシンをキラやアスランとは違って戦士と明言したことはなかったな。これ本当は第一の適性があったけど厄災となるから第二適性のモビルスーツパイロットしたとか考えると楽しいぞ。デスティニースペック2作ったエリカさんやシンを見出したギルも、なんそれ知らん子は？ってなってそう。ただ当たり前だがめっちゃ演出重視でやったからっていう話なんだなって感じ。設定後でどうするかとか本当に考えてないの笑う。昔から何も変わってねえこの監督褒め言葉。レイヤユニコーン、ターン A はオカルトあるけどもともとそういう設定だし機体自体がそういうもの。今回の場合機体は普通だけどパイロットの能力でオカルトになってる G ガンに近いのかもしれん。あ、運命の隠された機能カーでどうにか飲み込んでたのに新由来の特殊能力にするんじゃないよ。いや本当にこのガが生える、やりたい、やった、が基本理念なんだな監督。フラッシュエッジ投擲、アロンダイト特攻、七四方、パルマでほぼ同時撃破とかじゃなくガチで実体のある分身してたの。真面目に言うと俺とりあえず演出盛りに持ったから設定作るの大変だけど頑張ってねっていう監督てめえ、という面白ぶん投げ話。キャバリアーの方だけどこれほんまそう。マジそう。つまりヨタ話と思ってた存在の分散とか量子学的ななんちゃらで異なる可能性の同時展開とかが絵コンテだとマジだったと。大体本当に設定どうすんのかは森田お前どうすんのって話。森田さんいつも大変やな。今までは3体同時同時撃破、デスティニーの動きが早すぎて我々の肉眼では同時撃破に見えているだけだったものがここに来て本当にデスティニーが3体存在する可能性も出てきたのか。1体は劇場版の時間流の中にいるシンとデスティニー、残りは別の時間軸にいるシンとデスティニー、最後に姿が重なって彼らは元の時間軸に帰っていく、みたいな。シン自身はそれを知らずにやってると思うとマジで何それ知らん怖っになる。ねえこのデスティニー本当にモルゲンレイテでいじられたの、実はリュウグウ島経由してない、スペック2って書いてエンヘリアルモデルって読んだりしない。スタンドとかだって個人で違うのと同じでなんかきっとこう、シードの因子がどうたらになるんだろう。監督お得意の思いついたんだけどさ、が炸裂してますね。今回に関して言うとまず思いつけないよ、超高速とかじゃないんだもん。森田さんは今泣いているんだ。森田さんがかがりで、福田監督がアスラン、繋がったな。本当に繋がったか。一人だけやってることがミンサガの幻対オーバードライブだったのか。森田さん泣かせな監督だけど演出とか考える人って突拍子もないこと言い出す人ばかりだからな。アホみたいな発想がないと幅広い演出ができない。確かボアチュールユミエール関係で量子学は絡んでたはずだけど、そんなゼロツーみたいな真似ができるかもなのか。何？真の能力って何なの？泣いている子もいるんですよ。監督森もけわろた。ディスティニーがクロックアップしてるんです。量子次元ナスキノコも三田さんに設定ぶん投げてるから、まあ燃える展開、演出が先、設定は後からついてくればええんや。ついてこれるのずれた時間流の別存在がそれぞれ残像を出しているというのをメカの機能プラス真の能力で実現してるっていうのがコンテジの想定で、デスティニーの機能として残像発生があるから単純計算で真の能力ずれた時間流の別存在を出現させる形で実体のある分身を実現するってことになるんだよね。監督の中の真は何なの？超能力者なの？シンアスカといえばずれた時間軸の中の別存在ですよね。アスランでも思ったけどやっぱ種の公式ってファンの圧倒的上行ってるよ本当に。時間操作能力者のシン自体は連座にとかいう前例があるんだよな。連座のやつまさかこれを考えて。霊感能力あり、気合でビーム伸ばす。ミラコロを自力で探知する、ずれた時間軸の中の別の自分たちによる分身左ニュー。霊能力は別位相の観測、流出の範囲内なのではなかろうか。異なる位相の感知能力に過ぎず、結果として分身と霊能力に見える。みたいな。気合でなんかビーム伸びるのは、わからん。多分こう、なんやかんや別位相さんが頑張ってるんだ。
シンってモビルスーツ潜水以外は普通なところがいいよなと思っていた僕は恐怖した。キャッキャとネタにしてた俺たちの上を行くのほんまそう。スタンゲイザーだと、量子表面ディラック干渉という単語が出てきてるので虚数次元に手を伸ばしてるのは確かだからその応用で平行世界に手を伸ばせるのはわからんでもない。演出寄りの人とはいえなんかアクセルベタ踏みすぎるな福田監督。森田さん泣いてるけどこれ脚本の後藤さんモノでライズするとき頭抱えてたんちゃうか。単純に真のメンタルが安定してて運命の頃よりずっと強いです。スペック2なのでデスティニーも強いです。なので分身もたくさん出ます。でも片付くのに時間流の中の別存在とかいうとんでもコンテに笑っちゃうんだな。でもそれぐらい圧倒的なシーンとして描かれたんだよね。DUPEU 氏で分身してるんでしょ。それ小説でいきなり出てきた単語だし小説は独自設定ありだからこのまま解説なしなら小説は独自粒子で映画はデスティニーと真のパワーで決定されるんや。こういうところやっぱり元々は脚本畑じゃなくて演出畑出身の人だよな福田監督シードの発言って人間が進化の果てにも窮る可能性の前尺的な能力なんだっけか。コズミック、イラバンビギルドセンチュリーくらい未来の世界ではパイロット自前の能力で分身するのも珍しくなくなってるとかだったら何それ怖すぎる。監督が絵コンテ切っててその場のノリで浮かんできたアイデアなんだと思ってるデスティニーの目がアップになった時に瞳孔のようなものが大きいのが一つこっちがメイン。小さいのが3つサブあったので本体以外にあと2体召喚できますよ。って意味もあるかもしれないけどないかもしれない。とりあえずいろいろ置いておいて分身はデスティニーと真の組み合わせがあってこそのぶっ飛び技と考えて良さそうだな。GE73 時点ではスペックに対して不十分だったエネルギー供給が改善されたと思われるデスティニーなどの DUPEU 氏。監督の頭の中では別のファンタジー世界から CE に迷い込んでる疑惑のシーンこれが合わさった結果があれ。森田さん、設定なんとかなりますか？ボツになった初期設定だとしんちゃんの本当の父親が議長だったそうだが今回の議長の遺伝子が特別だった話といい本当にボツのままんですよね。祖父とか曽祖父が同じとかならありえそう。え、何それ知らん。しんちゃんはゲームで時間移動能力が議長もギャグ時空ならタイムマシン作れる人だったな。森田さんがちゃんと設定考えてくれないとデスティニーの性能プラス真の能力で別時間流の姿を残像投影とかいう意味わからんのが DUPEU 氏を押しのけて公式に一番近い話になってくるのほんとそう森田さんしっかり考えて役目でしょ。エクスカリバーとかもう諦めてそうだし分身もそうなりそう。ボッパンとなったらしい真は議長の息子ソースを見たことないんだよな放送あたり時にファンが勝手に言ってたのが後々に実はボッパンでとかになってない。ガンダムはシード系しか知らないんだが、他のガンダムでもこんな超能力ありなの。乗ってるパイロットも明らかに量子化してないと説明がつかないレイさんがいるので。刹那は量子脳で量子化波動かも、下自分プラスレイを観測してるみたいなこと言われてなかったっけ。あ、そうだったの。量子化して回避したシーンだけかなり印象に残ってたからちょっと勘違いしてしまったかもしれない。このラインに並ぶのは全体で見たらユニコーンか G ガンダムかレイくらいかな。他は一応科学技術の産物だけどデスティニーもついにオカルトに片足突っ込んだか。千葉小説だとターン A が遠距離ワークとかかましてた気はする。ターン A はターン A として殿堂入り枠かなって。クワゼロありきのエアリアル、というかエリクトはこの領域じゃない。本物の分身から DUPEU 氏なんてものが出てきて時間流と、どう理屈つけろと。ディスラクターがとんでも兵器ならこっちはとんでも理論だったわ。監督は自分の話はヨダみたいなもんだからつってる上森田が今から頑張るんだよ。してるから実際どうなるかは SPEC2 の設定待ちや。というわけで森田さん設定資料は用に。森田さん頑張って、それはそれとして監督はいいお肉やお酒を送った方がいいと思うぞ。まあ俺クラスになったら分身くらい楽勝。絵ありきの展開なんだから設定なんて細かいことはいいんだよ。絵がありきで、設定は後ろに置いといたというのが明らかになっただけでも嬉しいね好き勝手妄想と議論できる。どんな理屈をこねても多重次元屈折現象よりはマシだし。そういう、画作り優先であとほったらかしのクリエイターが主流になってるのが怖い。富野が初代ガンダムで設定交渉ぶち切れさせたの知らなそう。そもそもアニメを作るのは動く絵を見せて購買意欲を高めてスポンサー含めて関連商品買わせるのが目的であって設定なんて作品の主軸じゃなくて単なる作品を補強する一要素でしかないんで。設定優先して滅んだハード SF というジャンルがあってな。別にそれは否定しないけどこの場合細かい設定は担当の人に投げる的なこと言ってるからちょっとね、設定集やプラモのインストやら書く人もいるわけで。それに関しては富野監督もそういうところあったのでガンダムシリーズの伝統ということでエンタメ作品としては絵面のかっこよさや迫力を優先し視聴者がいかに楽しめるかが重要なのであって設定がそれに全面的に協力するのは当然と言える。そこは普通に分業じゃないの。ケレン味のある絵作りする人と設定の辻褄合わせする人が同一である必要はない。設定気にしすぎるあまりこじんまりとした表現になってしまうのが一番ダメだし、そもそも設定うるさいのは一部の声がでかいオタクだけや。
そもそも種は時期と媒体で説明がちぐはぐだから、そこまで設定を重視してる人はいないと思う。作中でもサンバカのフェーズシフト走行やビームサーベルのつばぜり合い等、初期の段階で設定と矛盾が生じて書き直しやら追加設定やら発生したらしいしね。作品によっては特殊設定とか設定交渉とかそれ専門の役割とかもあるんだから、何でもかんでも監督が考えなきゃダメ、みたいなのもおかしいし、現場でうまく分業して成立させればいいんじゃないの。設定は後から考えればいいってのはその通りなんだが、他世界の同意からだのイメージってなるとさすがに、後から考えられるレベルを大幅に超えるような。議長と新都デスティニー全員が知らん。何それ怖。って宇宙猫になってそうな話が出てきたぜ。はい、目割り切れよ。今は CE こそこそ噂話で俺たちは2万民なんだからさ。でないと、死ぬぞ。シンは自分でもからくりがわからないままやってのけてそうではあるな。その場の勢いでやったらできた的な感じで W。これが公式だとシン個人が前振りと同等の扱いみたいなことになりかねないような。サイコフレームと同じでいい。なんかできちゃったけど、それを科学じゃ説明できません。みたいな。じゃあ DUPEU 氏ってなんだよ。ってなっちゃう。だから実際の設定では高速で移動してるだけで質量のある分身ではないってことになる可能性はある。その場合は移動速度がとんでもなくなるけども。敵を圧倒するという絵のインパクト優先で分身を使った戦闘を描いたら真がとんでもない異能持ちということにしないと説明つかんくなったよ、ははは。ってだけだよね。言うて今回の分身に関してはどう言い繕っても実体のある分身かぶっ壊れ超速度の高速起動かの二択だから、どっちみち整合なんか取れないの分かってたし、なん言われても驚かん。仲間内で盛り上がってる時ならともかく調子に乗せた状態で公に出しちゃいけないタイプの人間だな福田監督。言うてこんって時に考えてた仮のイメージの話だし、別にいいのでは。ちょっと作品内で描けていないことあくまで独自解釈みたいなことも含めてペラペラ話しすぎてるなと思うことはある。これまた鵜呑みにして話す厄介なやから増えるぞって。うろ覚えだけどクロスアンジュと混ざってるのかと思った。真の分身が実体化できるなら一人くらいはたアグネスにあげてもいいですよね。ゲルルグの狙撃音。アグネスは真じゃなくてルナを欲しいんだと思う。これ映画ほぼ初見で見に行ったからそういうのもありな世界なんだと思ってた。敵がなんか遠距離洗脳とかやってたし、主人公のそういう固有能力かとなしだったのか。シードファン勝ちぜー、厄介ぜーの旦那が切れてた。一応前作でも分身はしてたが、映画みたいに複数同時攻撃なんてボーボボミーなことはしてない。つまり史上最強の映画使うエクサノバシュートオーバーの親戚ってことだろ。なんでモビルスーツであれやってんの、怖。高速移動による残像ではなく高速移動によって時空を歪めてるってことか。コンテの話だからヨタ話ではあるんだけど、本当に分身が実体化してたまでいくと個人的には好きになれんのよな。こういうチート能力だから勝てたみたいになるからな。もともとデスティニーがやってたミラコロ謎残像をめちゃくちゃな使い方して翻弄しまくっただけで十分。Y が森田氏だったら真のセンスで分身を立体映像としてコントロールしてるだけで、実際やってることは超高速連続攻撃。核武装の再チャージが間に合わないほどの速さで畳みかけたので、それぞれ別の武装で倒すことになったで押し通すわ。それの方がレジェンドとのバディも意味が出るからな。今回は分身の中からゲルググが出てきて不意打ちしたようにレジェンドのドラグーンを潜ませて運用する想定だったとかにできるしさ。ドゥランダルフッフ、知らないなそんな武器。福田監督は富野監督と同じで、監督が勝手に言ってるだけなのをファンがネタにして楽しむみたいなところあるからな。あんまりとんでも理論とかやりすぎると冷めてしまうわ。ある程度ならこじつけでも作品に混じるけど、やりすぎると浮く。違う時間軸のブラックと RX とロボとバイオに分身した後融合して一人に戻ったみたいな感じでオケ。あうら過去に遡ってインパルス時代のシンを打てばいいのじゃ。その頃は別の意味でキレッキレなので、返り討ちに合いそうな。人はいつか時間さえも支配できる。だからオカルト能力持ちだなんて言われるんだよ、しんちゃん。キラはフレイの魂と会話してないことが明言された後でステラと会話してる、おまけに映画の頃まで憑依してる、なんかニュータイプがひらめいた時に出る白いやつを出してアークエンジェルの危機を察知する。なんやこの一般家庭生まれの第二世代コーディネーター。宇宙世紀なら拉致られて頭いじられそう。サンダーボルト時空ならゆっくりシン、アスカの量産体制に入りそう。ガンダムだし科学的に説明つかないオカルトの一つや二つあったところで問題なし。宇宙世紀だってオカルトパワー出してるし、シンはやっぱりニュータイプなんじゃ。そこはサイキッカーにしてくれや。シンは時空間に干渉する異能を持つってこと。すいません、よその異能バトルものから出張してきてませんか。つまり全部ミラージュコロイドマジックってことでいいか。シンは人類じゃなく宇宙クジラ。つまりどういうことだ。やはりエスデスティニープランか。デスティニーが赤く発光するようになったのはやはりマークデスティニーエインヘリアルモデルか。完全にフェスプムの得意領域デスティニーはやっぱりファフナーじゃないか。やはりシンはファフナーの登場人物だったんですね。
これを踏まえた上でもさすがにちょっとな。仮に新規の敵が新型機で同じことやったとしてもやりすぎ感あるくらいなのに、回収したとはいえ既存の機体でやるのはちょっと設定の軽視が過ぎる気がする。時間流が。っていうのは自分でも何言ってるかわかんなくなってきたから、森田さんよろしくってことだからね。だから適当なことを言ってよそに投げるなと、キャバリアーの件もあったのにさらに仕事増やすんかい。闇が深いってそういう意味か、W 神の執事が純正総数以上に盛られそう。ついでにデスティニーには眉の魂も点火されてそう。さらっと言われてるし受け入れそうになるけど真の能力ってなんだよ。ユニコーンがネオ、ジオングを崩壊させた現象の同類ですってだけの話よね。分身したら全部に実体あるの当然だろ科学、魔法、うっせぇ、俺の宇宙じゃそうなんだよ、こんなんでいいんだよ。どうせ整合性なんて取れないんだから無駄な理屈考えるのやめよう。まあその世界で起きること起こせることを魔法だ科学だで分断する方がおかしいとも言えるし魔法あっても結局は物理法則の一部ですと言い張ればいいだけか。本編の頃から気合で不思議現象を引き起こすやつだったから映画でも気合でなんか変なこと起こったよ、理屈は謎だよ、ぐらいに考えておけばいいか。ディスティニーの発展型後継機プラス神だともう最初から3機くらいに増えて発信しそうな話だな。洗脳やら独身やらやりたい放題の映画で何を今更設定がとか文句言ってるんだか。そもそもフリーダム撃墜の説明ができずに神が気合でビームを延長しましたって言われてるのに今更やんか。ディスティニーもしくは神は時間操作能力ありますみたいな話じゃなくて、ディスティニーに分身攻撃させてーなー、イメージ的にはこんな感じですって話でしょ。その辺の説明が上手いのが富野の宇宙世紀だと思ってるな。種はそれを前提にしてるのがずるいが上手いけど発展させるのが下手というか、ズボックもそんな感じで偽装は上手いけど現実問題スペック落とさずにそのまま強いんって思ったし、あくまで分身の展開の仕方の絵面のイメージをなんかこんな雰囲気でって言った話なんじゃないの。次元連結システムのちょっとした応用的なあれですか。やれないか、じゃないんだよ。なるほどわからん。新装備の DUBEU 氏と真の超能力の合わせ技ということにしよう。真以外では扱えない上に真が使うのにも回数制限ありというくらいの制限はあった方がいいと思う。やっぱり最強はアスランじゃなくて真だな。 W コーディネーターというよりイノベーター化してるし、 W 少なくともブラックナイトスコードじゃ対抗できないし、ラクスの承認降りた前振りならワンチャンレベル。ミラージュコロイドって精神感応作用とかそういうあったっけ。言うて質量のある分身とか気合でビームサーベル伸ばすのとか霊感で武装強化とかは宇宙世紀でもやってるし、マイキスと振りのビームは主題歌通り次元を切り裂いてる。そうだし、そういう例があると運命のそういう説明もそんなもんかと思う。ディスラクターは純粋に前振りの並走で完結されてるけど、これは性能プラス真の能力と言われてるのが混乱の元なんだよ。時間流の中の別存在に作用するパイロットスキルって。ディスラクターは原子をぶっ壊すことでフェーズシフト走行をはじめあらゆる物質を消滅貫通するだけで次元を切り裂いてるわけではない。原子破壊とそれに伴う核爆発的誘爆の抑制を両立できてるのはニュートロンジェマー等の中性子コントロール技術があるからできないレベルではない。ただの分身じゃないせいでもっとヤバい能力になってない。あたかも別次元で本体が同時に存在してるかのように見える絵作りしたってだけの話だよね。全然わからない神は雰囲気で分身をやっている。そもそも今回のは映像を作る時のイメージの話であって、設定や実際に起こったことは全然考えてないよって明言しただけ。時間のずれた同位体というのは、あくまで作り手のイメージで作中の技術的にどうなってるかとは別の話。種子時代みたいに追従する分身じゃなくて、前にドバーッと飛んでいく分身はその動きを選択した F のデスティニーを投影してるイメージでエコンって切ってる的な。ディスラクターみたいなとんでも兵器使うキラに加えて真が本当に影分身してた可能性が出てきたせいで3主人公の中で一番やりたい放題してたように見えたアスランが相対的におとなしかったように感じてきた、脳がバグりそうだ。